どうもおはようからこんばんは、殿でござる。ザ・クルーツ雑談ドライブやっていきましょう。今回乗る車はこちら、アバルトの124スパイダー、こちらで走っていきましょう。というわけで、まあこの週末、まあ台風が近づいてきていますよね。まあまさかの、まあ、あの進路を取るとは思ってはいなかったが、やっぱり日本が好きなのかな。まあ他国の被害を全部日本で受け止めているみたいなここは俺に任せてみたいな、まあそんなノリをちょっとは感じるが、もういい加減にしてくれとは思うんだよな。だってさ、雨の日って実況取れないんですよ正直ね。まあ普通の PS4 での実況ならば、まあ小雨とか普通に降るぐらいなら問題はないんですけれども、PC で撮っているのは環境音がねむちゃくちゃ入るんで、そういうのは雨が降っている日って撮れないんですよ。まあまだまだ今週末撮らなくても大丈夫なぐらいは食べ撮りしているんですけれども、まあせめて来週末、その日ぐらいにはまあたっぷり食べ撮りができると嬉しいんですけれどもね。やっぱりね、こう週末に雨が偏るっていう印象がありますよね。なんか平日、まあ、確かにこの9月って、まあ、非常に雨が多かったですよね。まあ台風のシーズンでもありますし、かといって9月で台風が来たのって、まあ、回数としてはそこまで多くはなくても、まあ、でも一個一個が非常に、まあ、被害が大きかった気はするんですけどもね。まあ私のところでも結構ね、まあカーポートがあるんですけれども、カーポートって柱が片方しかないんで結構風が強いと心配なんだよなまあそれを聞くと、まあもし私の家のカーポートが倒れたら全国にあるカーポートはどうなんだってなるんで、そこは心配はないとは思うんだが、まあなんせ家を建てて、まあ、1年と5ヶ月ぐらいかな。まあ結構ねその間も台風ちょこちょこ来ているんで心配なんですよね。まあ例えば雷とかでも、まあ最近はまあならないんですけれども、まあ夏場、まあちょっと前かな、雷が鳴っていた時は、去年はね宇佐美さんは結構暴れたんですよ。前も言ったんですが、ウサギハウスがケージの真ん中に来るくらいは暴れていたんですけども、最近、まあ今年の雷はもうそんなにビビらなくはなってきているかな。まあ雨も多くて結構パタパタって音が聞こえるんですけどもね、まあ、特に宇佐美さんは無関心な様子で、まあのんびりしているんですけどもね。まあ、そういえば最近宇佐美さんの話していないな。いつだったっけ、前に飼い始めてから1年経ちましたっていう7月の頭ぐらいかな。まあそれ以降特に宇佐美さんの話はしていなかったんですけれども、まあツイッターの方ではバンバン写真とか動画とか、まあ最低週1本ぐらいは平均して上げてはいるんですけれども、まあ非常に元気ですよ。もう元気すぎて、もう私よりもウサギの方がテンションが高くて、基本的には宇佐美さんと遊ぶのって仕事から帰ってきてから、もしくは仕事に行く前、まあ起きてすぐなんで、あんまりね飼い主自身のテンションってそんなに高くはないんですよね。まあでもウサギって飼い主のテンションの高さに比例して向こうもテンションが上がるんで、まあ私がまあしょんぼりはしていないか、まあ疲れていたりするとそんなに、まあ宇佐美さんもまあはしゃいだりはしないんですけれどもね。ただここ最近っていつもはね宇佐美さんと遊んでいてもだいたい30分ぐらいで切るんですよ。もう帰るよっていう風に、まあケージを開けて、で宇佐美さんが大好きなマットで釣っていると、しばらくすると自分から帰っていくんですけども、最近は寝る時間が増えたかな。まあいつもは30分のうち半分近くは寝ているんですけども、最近は20分は寝るんですよ。おっと、あ、危ないな、ちょっともう申し訳ないな。まあ20分ぐらいは寝るんで、まあその10分かけ2回ぐらいかなってやっていると、あんまり外で遊んでいる時間もないなって思うんで、
まあ最近は40分は最低出しているかな。下手すると1時間近く遊んでいる時もあって、まあ私の編集時間とかあの辺をちょっとは圧迫いけるか。よし、接触していない。まあその辺の圧迫しているんでちょっと心配なところもあるんですよね。まあですが、うさみさんの機嫌のため、そこはね、まあ身を削りながらまあ世話をして、でまあなんとか実況して、で編集する時間を取れたらいいんですけどもね。まあ今のところは大丈夫かな。まあ心配なのは冒頭で言った通りこの台風なんですよね。まあ10月に入れば落ち着いてくるとは思うし、ただ9月って雨が多かったんで、私のね副収入も減るんですよね。まあソーラーパネルの件ですけれどもね。まあここから気温は落ちていくんで、エアコンはねもう今はかけてはいないんですよ。リビングの方もエアコンをかけていなくても、まあだいたい室温まあ23度から25度くらいで、まあウサギの適温ってだいたい20度前後なんですよ。だいたい15度から25度ぐらいがいいかな。まあそれぐらいでまあ過ごせてはいるんで、電気代の方は大丈夫なんですけどもね。まあ我が家はオール電化で、だいたい夏場って光熱費で言ったらまあバイデントでどっこいどっこいまでいけるんですけども、まあ今年の頭ぐらいにも言いましたかね、あの冬場の電気代の消費ってえらいことになるんで、一人暮らしなのにあのリビングのエアコンってずっと暖房冬場はかけているんで、もうえらいことになるんですよね。まあそこがちょっと怖いところもあるんですけれども、まあ、ひとまずはまあエアコンを切っている今の段階でちょっと稼いで、まあ消費を抑えておいてちょっと冬場に備えてはいきたいんですけれどもね。じゃあ宇佐美さんの話はこの辺にしておきまして、まあ、本来話そうと思っていたのは、まあ、この動画を上げている次の日からいよいよ決戦1東軍編の実況、投稿が始まります。まあ期間で言ったら信長の野望の大使のパワーアップキット版が発売されるまで約2ヶ月近くありますんで、だいたい月金で上げまして、でもしその大使 PK 発売までに終わらなかったら、まあ日曜日ぐらいにスライドさせて東軍編ぐらいは終わらそうとは思っておりまして、で現在5話まで撮っているんですよ。撮ってみたんですけれどもね、あの多分長い、あの思った以上にね、あのまあ説明するとね、決戦ってまあだいたい6章分ぐらいありまして、でその章の中でも小合戦が一つあって、で大合戦があるんですけれども、小合戦はね1話でいけるんですけれども、大合戦がね長くて、第1章の大合戦あるんですけれども、3話分ぐらいね使ってしまっているんですよね。まあ、そこはちょっとやっちまったなって思うんですが、かといってもう編集が済んだ後に思ったんで、改めて編集し直すつもりはないんですけれども、まあ、それでも長いと感じる方がいれば、まあ、できればまあ飛ばしながら見ていただけると私は非常に嬉しいです。というのも、まあ、短くしてほしいという声もあれば、まあ、今のままでいいとか、もうちょい長めっていう声もね同時にあるんですよ。まあ、ですが、まあ、長いと感じる方は、まあ、視聴者の工夫で、まあ、そこは飛ばし見ていただければ、まあ、短く済むんですけれども、長い方がいいと思っている方にはもう長く撮るしかないんで、まあ、そのどちらの意見を取るか、まあ譲歩、まあ、どちらも譲歩して、やっぱり、まあ、今のままの時間で、で長いと思う方は飛ばして見ていただくしか方法はないんで、その辺に関してはご了承ください。だからもう決戦に関しては5話分撮っているんで、まあ長いと思う方は飛ばしてみてくれればいいし、で今後の決戦の撮影に関しては、まあ気持ち短めになるように努力はするんですけどもね。だいたい目安としては小合戦1話、大合戦2話でまあ行って、でそれで行ったら、あとどれくらいだろう、20話はさすがにかからないとは思うんで、15、6話くらいで収めれたらいいなとは思っています。まあ、そんな感じで決戦1はやってはいきますが、で、この前ね単発実況でサバイブミスターキューブ上げましたが、
まあどうだろうな、まあシリーズ化してほしいという声もあるんで、そこはまあ時間がある年末年始ぐらいに、まあちょっと、まあちょこっとですけれども短編としてまあ何話かやってみようかなとは今は考えてはいます。まあ他のそれまでの日で余裕がまああればあげるかもしれませんし、ね、完全不定期枠でまあ2月に1回とか月に1回とかあげるかもしれないし、まあそこら辺はまあお約束はできないんで、まあ取れて年末年始とだけ今は言っておこうかな。まあだからあえてあれから進めてはいないんで、まあそういう感じでやってはいきたいかな。まあこうやって天気が悪い日が続いているんで、そこら辺はある程度今のまあスケジュールでまあため取りしていって余裕を取る感じでいきたいんですよね。よし、じゃあ今回はこの辺にしましょう。まあ宇佐美さんの話をちょこっとと、あとは決戦1の話をしていきました。というわけで今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。ではさらばだ。いや、ちょっと、それはまずいと思うな。何かボタンを押してしまったかな。あ、しかもボートになっている。さすがにね、あの、そこボートで走るのはな。まあ、ではさらばだ。